R とか D2R、D2C、D2S とかね、まあ D4 も同じなんですけども、あるんですけど、これどういうことかっていうと、はい、レンドルマンです。はい、今日はですね、ヘッドライトの HID のノーマルが 35W なんですけども、そちらをね、55W にする方法をお伝えしたいと思います。で、以前ですとですね、K スペックというメーカーさんから、チューニングバラストキットっていうね、パーツが売られてたんですけども、交換がね、すごく大変でした。っていうのは、ヘッドライトを一回下ろして、純正バラストの、外して、そこの場所に、キットのね、バラストを取り付けするというね、大変な作業があったんですけども、今日ご紹介する商品に関しては、ポン付けで OK です。はい。で、一つのね、最大の売りなんですけども、まず、チューニングバランスキットですね、Kスペックの方は D4 規格ですね、バーナー、言ったらヘッドライトの電球部分なんですけども、そこのバーナーが D4 規格となっております。で、今回ねご紹介するやつは D2 規格と言いまして、これ何が違うかっていうと、 D4 規格っていうのはだいたい最大で 42V までですね。で、あと D2 規格っていうのが 85V まで一気に倍以上容量がありますので、明らかに同じケルビン数であっても明るさが違いますので、こちらをね今回ご紹介したいと思います。で、ヘッドライトの明るさにちょっと困っている方で、バーナーを変えたいなとか考えている方は、まずこちらのキットを見ていただいて、検討していただければいいかなと思います。では早速ですね、写真見ながらね、ご説明していきたいと思います。はい、まずこちらはね、ヤフオクのトップに出てる、まあ、ショップさんのね、トップに出てる写真なんですけども、こちらがね、ヘッドライトのところの裏についてる蓋ですね。で、蓋のところにね、すでにこうやって加工してくれてありますので、この中に、まあ、バーナーの裏に、ここにつける部分ですね、ソケットみたいなところがあるんですけども、この配線は、このソケットにつながってます。で、本来ですとね、ノーマルのお蓋っていうのはこういう穴が開いてませんので、穴開け加工が必要なんですけども、これはもうすでにね、配線を通してくれてますので、純正の蓋を外して、ね、バーナーですね、純正バーナーを外していただいて、で、今回キットの D2 規格のバーナーを掘り込んでいただいて、で、こっちの向こう側にちょっと隠れて見えないんですけども、ソケットですね、はめて、反時計回りにカチッと、回すだけで固定されますんで、それで OK です。で、あとはですね、この竿を見ていただいたら分かると思うんですけども、こちらが純正バラストのバーナーを 6000K に交換したバージョンですね。こういった感じになります。若干ちょっと、紫がかったような、青みがかった、実際にはね青みがかったような色なんですけども、こちらが 55W にした D2 規格の同じ 6000K です。で、見て分かるように色の濃さですね、白の濃さが全く違うと思いますので、これで明らかにね、視認性がアップしたっていうのがすぐ体感できました。で、取り付け方法に関してはですね、先ほど言いましたように、こういう風にね、蓋のところにこういう風に、配線が通してくれてまして、こっちがバラストの方ですね、バラストの方に行く配線。で、こちらがバーナーですね、電球の方に行く配線になってます。で、純正のこちらの線はもう使用しませんので、ヘッドライトの中のね、角っこのところに押し込めば、はまるようになりますんで、その中で固定していただければ OK です。で、こちらがね、純正の蓋になってますんで、こちらをね、使用しませんので、まあ、保管しておいた方がいいと思います。こちらね、最終的にベルファイアルファード降りるときに、売れる商品になりますので、この蓋はね、ぜひ置いておいてください。で、取り付け方法に関してはですね、こちらのハーネス、今回はハイブリッドなんですけども、ガソリン車の場合は、ここにね、直接、バッテリーに直接繋いでもらう端子がついてます。で、ハイブリッドはエンジンルーム内に、バッテリーがありませんので、こちらのハーネスが付属 してきますので、必ず注文の場合にはね、ハイブリッドであるっていうことを伝えてください。私、それを伝えてなかったので、普通にバッテリーに接続する端子のやつをね、ここ、普通に、クワガタ端子みたいな、輪っかの端子ですね、が送られてきて、で、バッテリーがないのにどうしていいか分からなくて、ショップに電話したところですね、ハイブリッドの場合は、別のハーネスになりますのですぐ送りますって言ってね、すごく迅速に対応してくれて、このハーネスを送っていただきました。まあ、これ片側の方ですね、これを2本送ってくれましたんで、要は純正のヘッドライトのコネクタの間に割り込ませて、こちらバラストに接続するだけで OK というだけですね。
はい、で、場所なんですけども、ヘッドライトの裏見てもらうとこういうグレーのコネクタですねありますので、これはもう一目瞭然、もうすぐ見てわかりますので、これを抜いていただいて、で先ほどのやつですね、先ほどのコネクタ抜いたところにこっちとこっちオスとメス決まってますので、もうこれも差し間違いもまずありえませんのでね、間に割り込ませていただければ OK です。で割り込ませていただけたら、今度はですね、バラストの方ですね、こちらの方に接続していただきます。でこちらは蓋の方ですね、蓋の方に、こちらね、こちらに、接続していただければこれでもう点灯しますので、で、明らかに明るさがゲットできるということになります。であとですね、これが比較映像なんですけども、これ自分の自宅から前にね壁があるんですけども、映した状態ですね。まず純正の場所ね、純正の場所というか明るさですね、明るさの色を見ていただくと若干、色味がかっているような紫がかったような色ですね。先ほどヘッドライト見てもらった色がそのまま映し出されているような感じですね、反射している状態で、こちらが今回購入したキット取り付けた場合はね、白が濃くなっているので、これがね白線をはっきり、見えるようになりますんで、雨の日にねこの差がすごくはっきり分かりました。で、欲を書いて、これね、8000ケルビンっていうのも一回ね、D2 規格のバーナーを試してみたんですけども、やっぱり8000になるとね、若干、純正の時も8000使ったことあるんですけども、純正の時よりはマシなんですけど、やっぱりね、見やすいのはこの6000かなと思いますので、私は個人的には6000をお勧めしておきます。で、今後もしね、6000がちょっと物足りないな、もうちょっとファッション性を上げたいな、色味がかった方がいいなっていう方に関しては、D2S ってやつですね、そちらのやつを購入していただければ OK です。はい、で、今回ね D4 とか D2 って、私お話ししてますけど、何のこっちゃわからないっていう方がたくさんいらっしゃると思います。私もその一人だったんですけども、まあこれを購入するときにね D2 化することによって明るくなるっていうね説明書きがあったんですけども、何が違うのかなっていう話をね、ちょっといろいろ調べたところ、やっぱりそのバラストに関しての電圧ですね、最大電圧が全く違うと、耐えれる電圧が変わってくると。まあこちら今回キットの方が、85W ですね、 85V までいけると。で、純正の D4S の方はですね、で、42V ということになります。で、あと補足なんですけども、こちらね、R とか D2R、D2C、D2S とかね、まあ D4 も同じなんですけども、あるんですけど、これどういうことかっていうと、R っていうのは、ヘッドライトの電球を、ヘッドライト内にある、まあ、鏡みたいなリフレクターになっている部分に照らして光を反射させているバージョンですね。それが、D2R が対応しています。で、今回のベルファイアアルファードに関しては、目玉になってますよね。魚の目玉みたいなになってますので、その場合はですね、S になります。これね、S になりますので、こちらを選択していただきます。で、C に関しては、両方とも共通なんですけども、リフレクターには、まあ、使えないことないんですけども、リフレクターの車両にはあまり好ましくないっていう説明がありましたんで、今回使用する分に関しては、S、D2S、もしくは D2C をね、新たに購入するんであれば、買っていただければ問題ないかなと思います。だから R っていうのだけはね、220のアルベルに関しては、D2R、D4R っていうのはちょっと避けていただいて、S か C のね、バーナーを選んでいただければいいかなと思います。で、一応選択肢としてですね、バーナーのケルビン数4000、6000、8000だったと思うんですけども、選択できますので、それはお好みでね、選んでいただければいいかなと思います。で、5年以内にもしバーナーが切れたとか、バラストが不動になったとかであれば、しっかり電話していただければ、5年間、無償保証してくれますので、私もね、バーナー1回とバラスト1回とね、1回ずつ故障してすぐ電話して、で、納品書の中にですね、シリアルナンバーですね、多分顧客データの番号だと、管理番号だと思うんですけども、そちらを電話で伝えることによって、すべて向こうがね、把握してくれてます。で、さっき電話した時にちょっと故障してる だと思うんですけど、っていうふうに言うと、お客様番号わかりますかっていうふうで聞かれて、ね、こう伝えると、あ、誰々さんですね、大阪の誰々さんですね、みたいな感じで言われまして、あ、すべて把握してるんだな、っていうのをわかりましたんで、で、症状を言ったところですね、まあ、バーナーの入れ替えしたところ、バーナーは問題なかったね、おそらくバラストだと思うんですけど、みたいな説明したところ、
ところ、もう本当にね、早かったら次の日とか、遅くても翌日ですね、2日後には到着しますので、すごくね、ショップとしてはね、有料な、私今までいろんなショップを見てきましたけども、対応のいいショップさんでした。で、今回の動画に関しても、まあ、以前出してるんですけどね、ショップの紹介させてもらうに関して、まあ、動画の方、そちらで、使っていただけませんかって言ったところですね、丁重にお断りされましたんで、まあ、宣伝してもらうのは、大変ありがたいんでお願いしますって言われましたんで、今回ね、まあ、ご紹介しておきますので、もしね、今のヘッドライトの明るさに、困ってる方、もしくは、ケルビン数を交換しようかな。ちょっと純正っていうのは若干黄色みがかった色ですね。それをもうちょっとファッション性を上げるために、白っぽく、もしくは青白っぽくしたい場合は、ケルビンを上げる方法があります。まあ、今、純正がだいたい4700ケルビンか4500ケルビンと言われてますので、そこから6000にするだけでだいぶね、真っ白になって、視認性も上がります。6000が一番ベストだと思います。で、あと8000にしてしまうと、夜間本当にね、白線がちょっと見にくいかなっていうのもありますし、一回試験的に12000っていうのも使ったことあるんですけども、これは全く夜間見えません。白線が。雨の日はね。で、雨の日にすごく怖い思いしますので、12000というのは本当に競技用って書いているように、確かに競技用かなと思いますので、まあ、実用性を考えれば6000ケルビンをお勧めしておきますので、まあ、気になる方はね、ぜひ説明欄の方に、こちらのショップさんのヤフオクのトップページですね、ヤフオクのショップさんのトップページを、URL で貼っておきますので、こちらを入っていただいて、25系、アルファードベルファイヤーみたいなね、ヘッドライトの先ほど一発目に出した写真のところですね、そこの写真が出てますので、そこからね、購入していただければいいかなと思います。で、まあ、LED 化っていうね、方法も今、選択肢の一つとしてはあるんですけども、ちょっと値段的にまだちょっと高いかなっていうのはね、個人的な意見なんですけども、まあ、これはお好みなんでね、HID がいい方に関しては、今回のキットをね、ぜひお勧めしたいと思います。はい、今回の動画ですね、参考になったと思われた方は、高評価お願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、ツイッターやられている方はですね、ぜひ私のフォローをよろしくお願いいたします。フォローしていただいて、動画更新しましたよっていうね、通知が来たらいいねを押していただいて、そのままリツイートしていただければ大変嬉しく思います。はい、こちらの動画ですね、最新の動画となっております。こちらの動画、おすすめの動画となっております。この後もご視聴よろしくお願いいたします。では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。